Okay. フラリオさんたちの試験対決の時にやってたんだけど、言ってくれなかったら分かんなかったからな。普通に近くにあるよって言ってもらわないと分かんなかったから、他のところ探してたからね。全く違ってた。ブエーこれはいい感じの。OK。シンデレスターの方が100倍楽しかった。OK。来た。やってるギミックがそこまで難しくないのがまた腹立つ。そうだね。しょうもないところで死にまくるんよな。しょうもないところで死にまくるのが、ね、一番腹立つ。ガンビかなり良さそう。まれに見る。ガンビってあれだよ、調べたけど、なんかチェスの戦術の一つって検索出てきたんだけど、最初の方に使う戦術の一つみたいな。普通に最速なしで飛べるじゃん。ダメだ。はっ、そう言ってんだ。うん、壁キックで普通にガキ捕まるまでいける。あ、マジか。いや、うん、どうだろう。悩ましい。来ました。オッケー。さすがにね。さあ、何やっているんだろう。まあスター枚数そこまで多いわけじゃないから。40枚や。難易度やばいけど。42枚。42か。本家も同じ枚数なの。本家でもこんな感じ。こんなっていうか、こんなでも本家はこう、このコースの一番最後のところにスターがあるみたいな。はあ、どのコースもそんな感じ。あ、ちょくちょくむずい面があるかなぐらい。これ壁キックか。じゃあ飯食ってきます。いってらっしゃい。いらっしゃい。はい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 。で、待って待って、からからの、あ、そっちに行けんのね。はいはい。待ってね。下になかったっけ。行くぞ。え、あ、そっちの下か。ダメだ、もうTD の悪口しか出てこねえ。いや、これむずくね。
BGM、BGM を、こう、なんか、死んだら変えよう。変えようっていうか。ポーチだとポーチ変えそうな BGM。これ簡単だな。でした。祝日とかなんだろう。危ないね。やばい。やばいよ。ああ、コントローラーの気分が悪い。へマリハラなんて、マリハラなんてするからやぞ。コントローラー右左変えよう。スティックを。よし、前に進まなくなった。完璧。ここまでして割り払わしたいのか。マブラブやってるな、くれよな。え、前に進むんだけど、こいつ。キレ悪いじゃん。両方ともぶっ壊れてた。マブラブやったら。ここで止まればいい。よし。ここで止まって。機嫌悪いならこうすればいいんだよ。よし。あ、そう言ってんのか。あれか、ゼロゼロユニットのとこまでか。そうだね。これから、なんだっけ。沢渡り。あ、今だっけ。佐渡島。あ、ふざけちゃった。ふざけちゃった。に、なんか、作戦で行くっていう話。じゃない。多分角度ついてんのか、あれ。あれ。もしベトで大丈夫ですかね。あれ。アマゾンプライム無料体験のはずなのになんで月間月500円っていうプランになってるの。あれ？ちょっと待って。計算じゃない。いや、1ヶ月経ってない。え？ちょっと怖いんだけど。何これ？オッケー。7枚目かい。2面ですか。これが2面です。くそ。あれ、これ3面で上乗ればいいんだっけ。もう覚えてね。まあ最速3連出せばいいってだけなんだけど、どちらにせよ。はい、オッケー。うますぎて危ないんかい。やば。自分が自分じゃないぐらい出せない。あ、ここに1枚。マリオ目で追ってない気がするな。1フレぐらい遅れ、早いんだろうな、押すの。
危ねえ。遠くね、あれ。3連最速じゃないか、2連最速のあれか、ずっと全部か、普通壁キックか。ということ？ここは壁キックしたらわかる感じ。あー、なんかいる。簡単なところにあった記憶あるんだけどな。あった。あっちじゃないのか。決定わかんない。これリューサーだよな。リューサーだよな。あ、か、これ？え、これ蹴っていくの？あ、乗れるな。角度考えないと。あったー！よし。そんなところに。多分翔さんが言ってた難しいやつ以外見つけたわ。難しいで分かんないやつ以外は。一個だけマジで変なのあるからな。
ここは当てちないと取れないから飛び込めなかった。いやだ、もうやだ。また不調かよ。もうええと。もうやだ。馬やってんのか。もうやだ。また負けるやん。スコーピオン班だよ。スコーピオン班だっけ、忘れた。手の理由中じしか勝たん。馬娘の名前つけれたらいいのに。あ、スコーピオン班ですわ。もともとの馬がいるから。まあ、そんな手の理由中じしかないでしょ。いや、それしたいんだったら、もうコウテンがあのバニスなくて、手の理由中じっていう馬を。来るしかない。手の理由中じとアンブスピア育てるで。ダービーサレンで育てればいい。上下で勝たらしいけど、知らん、俺知らん。こっちゃん勝手にやってくれ。いける、よし。3枚目どこよ。うわぁ、めっちゃギリギリじゃん、やば。そう、しょうもないし、なんかやめろや。3名赤百を RTA でやるとか考えたくねえな。おかしいわ、やっぱ。頭おかしい。大体どこもそうだよ。125枚はクルデロもやるからな、通常スタート。うん、クルデロベネの触るからな。収集し直したから書いてくれ。勝利。なんだ俺は。じゃあ今日ここまでだ。別のとこ行こう。てかスイッチってどこにあるんですか。スイッチはそこら辺行ったらもう見つかる位置に。
覚えてね。全然違う。あれだ、奥行ってから取ればよくね。あ、ダメか。これでいいじゃん。あれ、これめっちゃギリ届かなかったっけな。無理だっけな。まだですか。はい。さんま。なんだ今の。引いちゃうとダメなんだよな。これ混ぜてかけてるな。伊沢さんからの。ああ。お仕事。来た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 。休みなんてあると思うだろ。ちょ休みとは祝日とは。勤労感謝の日なのに。感謝しやがれください。感謝しやがれ。やばいよ。もう日本終わってよ。終わってるよ。日本終わってるわ本当に。ああ。悲しいわ。働け働け。ひどい。やべえだよしかない。お休みをください。データが日本を滅ぼしてくれる。まあもう終わったからいいんだけどね。あと帰るだけだからいいんだけどね。あ。おー、なんかあったー。まあ、勤労感謝の日は勤労してくれて感謝って言うか。働かないと。勤労できることに感謝する日でしょ。勤労できることに感謝。やばすぎんだよな。休みじゃないことに感謝しなきゃいけないのか。ありがとうございます。クソ。やっぱ日本は終わってるわ。終わってるな。うん、なんか祝日か。ペッ。なんか勤労感謝の日か。どういうことだこれは。どういうことだ。こういうことか。マジで。いやー、テニスボール。おい、結果一発。ダメだ、テニスボール片してねえのは。してくれ。だって道路に落ちる。殺す気満々だ。殺しに来てるわ。伊沢じゅんに当てるきっと。ひどい。僕が何をしたっていうんですか。いろいろやってたよ。日頃のプライだろうか。バレてなかった。遊んでる子供たち。く
そう。ひどい。あ、しまった。ホミズギか。エアが抜けた。エアは時間。さ、このもう一枚なんか変なところあるのか、もしかして。プデニッケー。簡単だったんだ、めっちゃ。うん、すごい簡単だった。4回は壁キックするからな、振り子。本気。マジか。しかもなんか、オッケー。スターまでがめっちゃギリっていう。壁キックしてからも。このさ、この上じゃない。違うか。いい線いってますね。マジか。三段、三段か。まあそんな感じ。そこにあるとは限らない。うめっちゃ加速する。それじゃないの。ATR。違うのか。わかんな。あ、そこではないってな、そういうことか。あったー。なるほどね。四角ですよ。めちゃくちゃ四角。これ汚せ。赤やるか。あそこにあるし。この中難くない？
れからいけんの？消えないですね。羽とかあんのかな？あー、一番上掴めないですよ、これ。危ない。あら、どうしろと。待って、はっはっはー、そんなミスある？なし？はい、赤やな。何枚死んだ？14分の14分の何本だ今、14分の11。何色置いて死んだ。うわー、辛い。気持ちいい。そんな死に方ある？え？なんでこう？にゃっぴ。こっちの方がいい。いやー、うざ。あの木の上のやつはどうやって取るんですか？あ、もう成り行きで。成り行き。成り行きで。もうただでさえ苦手なのに。この後に QSLG やらせるなんて。いやー、そうじゃないかな。あれ入るんかよ、やば。よくしてきたなるほどね、なりゆきでございます。なりゆきでございます。もうあと1枚なのにさ、3面あ、え、アスページ割ってる。はあ。ん？でっていう。これはシワじゃない。ここが最速のところですね。ああ。これ最速だろうね。最速2連。しかも。最速2連で上に登って感じかな。そうだね。あの、箱に使ったら終わり。箱は、自分は掴んでないけど、掴んだら死ぬ気がする。なるほど。箱だったら死ぬっていうか、もう一回やりましょう。
あ、これは本家の方が難しいかなって感じ。なるほど。最速出してなんか空中に箱置いてあるからそれをヒップ、あヒップするのか。なるほど。だから虫が残念ですね。まあ、死なないだけましたけど。これで死んでたらおもろかったね。なんかめっちゃ変なとこ飛んでる。真横入力ができてませんね。ここ合ってるよ、合ってるな。どこに捕まったんだ、こいつ。箱に最速決めないといけないのか。距離が違うっていうのもまたまたいやらしい。いや、左右にどんどんやっていくものとって違うのね。1回目したら決まんないわ。シュッ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 。いやー、2回目でねー。わー最速3回出して変なとこだったわ。そう、なんかよくわかんない謎の出っ張りに謎の出っ張り当たったわ。3回目はいらないんだ。逆にむずいだろってところはいけるから。来たはい、ほぼ運ゲー。だー、一回行った方がいいんかな。もうこれチャージしないと届かないけど。あれ、あと2枚どこだこれ。でってってっていう。何だろう。若干斜めに。ない。若干じゃない。こんぐらいか？こんぐらいか。あれ？あ、あったわ普通に。はい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 。はい。で。で、まだまだ続くんじゃよ。滑りそうな感じする。滑るけど普通にあったそんなんでいいんすか。一面よりか簡単なんじゃないかと思うぐらいやってから。ああ、もううざい、ここ。死ね。これは幅
幅だな。はい。で、これは？ちなみにこれの本家ってトップ100人に入ったりするの？なんか、いや1個も入ってないんで、じゃあいいや、気が向いたらやろう。いや普通にそこまで難しくないから。ちょうどいいくらいのハック。なるほど。地の奥にはもうないかな。危ない。まあ、でも特殊義務区はちょくちょくあるかなぐらいで。IOF 始まった。お。IOF B さん。あ、フォレッシングは見せよ。幅取りの方がいいんかな。幅取りの方が良さそう。わあ。本当に身優しいね。はい、出ていく。ででー、あ、シオさんがもう40枚に終わるじゃん。あと2枚だよ。ロームハッキングもう一度申請できたらいいな。そんなわけ。一生ポイント稼げるのに同じのやってるや。勝ってこせれんのに。2位誰がのあれ。2位はアンドリューじゃなかった。あ、そう。確かそう。アンドリュー、まあ確かに結構やってるもんね、いろいろ。アンドリューかドランクエイジも高かった。あ、ランクエージは結構下にいた気がする。嘘。おい、嘘か。ミンクラッシュじゃない。嘘つけ行こう。ミンクラッシュだね。見やすい。あ、やべ、変な方向に116位。トレジャーワールドって制覇したら何ポイント入る？トレジャーワールドは3000とかだった気がする。あ、ちょっか。じゃあ俺3000くらい。7000ポイントぐらい。ライオンイーもやってるから。そうちゃん、イーもクリアしてから7000ポイントか。7405。なるほど。一番の行きたいな。スクエス2ボスバトルテストと。あー、やった。74E74PW。で、途中になってんのがズタオブザブズトゥービット。申請しよっかな。クレーンさんも結構いろいろやってるよね。いろいろやってるね。たまにあの QSL と最マクロさん、なんでビーツやってんだ。わかんない。ビーツやってるのトリスさんしか言えないけど。トリちゃんの
あれじゃ。やばすぎる。でもマリハラの前に普通にチャレンジなんだよな。うわ、えぐ。カットを見つけるんだ。ベレット、えぐ。むずそこ。おね。三目折ったら。いつの主食。え？オーバーワールドがなんかどっか行ける感じ。そのオーバーワールドにある感じ。オーバーワールドにある。あー、ない。から行ける。え、そんな。あ、ウェントコ？ウェントコか。もあれ、多分、トワイライトテンプルだよな。ここでしょ？お、正解。あるじゃないですか。取れました。違う違う違う。あと1枚ないな。早く BLJ させろよ。BLJ あんの。一番この中で簡単なギミック BLJ 出せろよ。はいはいはい。から狙えないか。あ、いけるな。OK。え？じゃあ中央。最速はこんぐらいでいいんだよ。ステージ中腹に。最後にとか、あと、ラクソか。
あ、やば、1アップなくなってた。これ抜けるんか。壁掴もうと思ったけど、掴めなそうだな、距離的に。近取りの方がいいか。これはガキ捕まりできないやつだったか。ないだろ。スターはもうわけわかんないところでるし、スターどうつどう使えんだろう。しおさん、これ透明であっちやる感じ。アッチのところなかった、ない気がするけど。マジか。じゃあなんか行き方があんのか。あっちの奥の方に道あるじゃん。あっちの奥。うん。マララ。バカバカだよな。QSLG でいけもんな、普通に。そんなそれ。落ちてんの、君。このスターは簡単だな。テンプル終わり。よし、やるべー。
なるほどね。横に入れて、入れてない。二振りでね。そうじゃねえよ。危な。
危な。しっぱつきやったー。出てこっから。だわねビールじゃ楽しい。オッケー、ホテル1枚だ。一発。